ツイッターで情報をいただきました。タレコメ失礼。本日大阪のラジオ 1008ABC の番組、増田岡田増田のラジオハンターというやつで、青山茂原さんの名前が出ていましたよ。1時30分くらいです。何でも番組オファーしていたんだが、都合が悪くて来られなくなったとのこと。増田さんは過去番組を一緒にしていたこともあり、結構好意的でした。とのことでした。情報くださる方、いつもありがとうございます。ニュース あの人、こんなん言うてました、というコーナーでの一幕でした。2024年2月22日、増田岡田、増田のラジオハンター。このコーナーは、金福明太パークの提供でお送りします。毎日気になるニュースが起こる中、そのニュースや話題に対し、テレビやラジオに出演のあの人は果たしてどんなことを言っているのか、あんなん言うてた、こんなん言うてた、いろいろな意見を聞いて、もう一度このニュースを噛みしめるというコーナーです。最初の気になるニュースはこちら。 自民党の無派閥議員を中心に作るグループ青山茂春参議院議員が代表を務める祭り事変革会議は党が幹事長ら議員個人に配り、市との公開義務がない政策活動費の原資や市との会場を求める要請文を都会政調会長へ提出しました。このニュースに対してあの人こんなん言うてました。カズレーザーさん。我々も確定申告の申告書も公助の欄に政治資金とか書けたらいいよね。 うん、政治家がね、自由に使えるお金がね、次100万いただけてるんですから、100万以上稼いでる人はね、次100万ね、俺にもくれよと思ってる人、たくさんいるんじゃないでしょうか。青山茂春さんね、自民党の参議院議員、青山茂春さん、ハンターファミリーでもありますから。国会ハンター。ええー、頑張ってくれてますよね。そうですね。 1>, 1月に青山さんにもね、この番組また出ていただこうとオファーしていたんですけれども、ちょっとタイミングが合わなくて、国会始まってしまったんでね、ちょっと出ていただけないんですけれども、いわゆる政策活動費、今問題になってますよね。そのお金の原資ね、誰からどうもらったんですかそして人の開示ね、何に使ったんですか領収書やってあるんだったら出しましょう。領収書ないんやったら、何に使ったのか、誰に渡したのか、どう使ったのか出しましょう。というのをね、求める要請分を出したと。 この祭りごと変革会議っていうのが15人。衆議院議員、参議院議員15人が参加しているグループを今作ってるんですよね。多分これも増えていくんじゃないでしょうか。所属の国会議員から党に対する寄付の使い道などの公開も要求してて、派閥の全敗ね。派閥はもうやめましょうというのは、党改革の前提とした上で、派閥から衣替えしましたよね。政策集団。はい、そうですね。 派閥やめましょうって言うて、でも政策集団、政策を考えるために集まるのは結局それが派閥になるんでしょって言われてますけれども、それについてもね、もう二度と派閥を生まないように、政治団体登録を禁止すべきだと、もう政治団体、そういうのもやめましょうと、もっと言うたら政治資金管理団体みたいのもね、なしにして、 自分で税理士さんちゃんと雇って全部自分でやりましょう。国民と同じように、個人事業主と同じように、うーんくらいまで行くのかどうなのか、自民党のこの青山茂春代表は、収支報告書に書いてないってことは、政治資金ではありませんから当然納税義務が生じるんで、国民が確定申告に真面目に取り込んでおられる中、この納税をすべきだということを申し上げたということをね。本当にそうですよね。うん。だからこそこれを、 本来は岸田さんが言うべきことじゃないのかと、もうはっきりさせましょうと、もうパーティー券売るのもなし、パーティーもなし、派閥もなし、もうパーティー券売ってお金もらったり、政治資金もらうのも仕方ないのであれば、ちゃんと細かくチェックしといて、領収書すべて開示しましょうぐらいのことを言うとったら、岸田さんの支持率のあの低さっていうのは、多少は上向いたんちゃうのかなって思うんですけれども。そうですね。 結局、政治金パーティーはしたいんだ。お金は欲しいんだ。うーん。何らかの形で自由に使えるお金はいるんだ。うーん。っていう風にやっぱ思われてしまうもんな国民がいつか忘れることを待ってるかのようなね、ちょっと判断なんじゃないかなって感じてしまいますよね。うん。だからちょっとこういう感じで動いている議員も、 自民党の中にはいてるし、なんかこれに関しては、なんですかね、党を超えてね、うん、声を上げたい。うーん、野党側にもね、同じような問題抱えてるところもあると思いますから、その中でもがいている若い他の党の野党の議員さんも集まってちょっと超党派でって動きになったら、もっと大きな動きになるのかなって思うんですけれども、あえて自民党の中でそういうグループを作って、自民党内から声を上げるっていうのが、青山さん式のやり方なんですかね。では、次のニュースです。とのことでした。 祭りごと変革会議が要請分を政調会長へ提出。青山茂春参議院議員はハンターメンバーである。1月に番組オファーしたがタイミング合わず。ということでした。国会期間外であれば今後共演することもありそうです。増田氏のことは青山議員のブログにも何度か名前が出ていました。2021年7月に2年か3年ぶりくらいかな、地上波のテレビ番組に参加します。雄大な北海道の大雪山系と 香り高いラメンダー。この自然を中国にこれ以上犯されてはなりません僕はこの近くの陸上自衛隊基地も訪れるので考えた末、議員バッジをつけてロケに臨みました。関西テレビで数年前にご一緒していた MC の増田さん、人気お笑いコンビの増田岡田の増田秀彦さんからは珍しいことにバッジをつけていますねと言われましたが、自衛官への敬意です。今週末の7月10日土曜に放送される関西情報展ニュースドライブ に参加しています。7月10日土曜日12時53分から14時30分ですね。地上波にしてはしっかり時間を確保した番組のようです。すみません。僕自身は見たことがないです。番組ホームページはここ、関西圏での放送です。この番組は中国による国土の侵食を真正面から取り上げたいという、ちょっと驚きの提案をしてこられました。そこでお受けして、日程的には相当な無理を押して、北海道、中国に狙われて久しい北海道のロケに、 MC の増田さんと参加してきました。ロケの最後には北海道のフラノから、なんと沖縄県の石垣市役所に繋いで、我が大切な名優の中山市長とオンラインで懇談をしました。長いロケの間、増田さんの発した質問は全て的確でした。実際に放送されるのは編集を経てわずかな時間になるとは思いますが、テーマは重大です。僕は久しぶりの番組参加ですが、徹夜明けの収録となってしまいました。ああ。 東京から旭川に向かう飛行機も本当に眠りたかったけど参加する以上はある政府機関から守る会に提供された重要資料に目を通していましたロケバスの中でも一切眠らずどうにか頑張り通しました寝ちゃったらボケボケになりそうでしたから僕にとってはベストの収録とはいきませんでしたが関西の皆様お久しぶりにお目にかかりますとのことでした2021年7月に番組に出られたようですその後12月にもお互いに名前を出しておられます 今日、ラジオの生放送に参加します。今日、12月30日の13時20分から13時40分まで、ABC ラジオ、マスダ田増田マスダのラジオハンターに参加します。僕はちょうど移動中で、携帯電話にラジオ局から電話が来る予定です。ルールをちょっと変えましょう。今日、予定していた政治家にまつわるお金をすっきりさせましょうは、来週1月6日木曜の放送で、 藤井聡さんに伺います。今日は今まで審議した法案を国会議員に聞いてもらいましょう。自民党の青山茂原参議院議員に伺います。生電話によるラジオ番組参加というのは随分久しぶりの気がします。と言ってもありとあらゆるラジオ、テレビの番組から、はるか彼方に遠ざかっていますね。今日は ABC ラジオの大阪ローカルでした。お知らせしたのが今日未明になってしまいましたし、聞いてくださった方は少ないと思います。増田岡田の増田秀彦さんからの問いかけにありのままに答える20分ほどでした。 増田さんは、これも僕がほぼ絶滅しとなっている、地上派のテレビ番組のフラノロケでご一緒しましたね。移動中の車中に携帯電話を使っての番組参加でしたから、電波が途切れることを心配しましたが、それはどうにか大丈夫だったようです。聞いてくださった方はありがとうございました。とのことでした。さらに、2022年4月にもツイッターで告知がありました。ちょっとこれ、どないかならんのかい。今週は今こそ、北方領土、どないかならんのかい。自由民主党、 青山茂春参議院議員に伺いました。来週は今のタイガース、ちょっとどないかならんのかい。当日14時から甲子園でヤクルト戦の解説をされる、檜山慎二郎さんに伺います。とのことでした。2023年12月にも青山議員のブログに名前が出ていました。本物の連帯とはこれです。これが日本を壊すと今、通説に感じています。しかし、あくまでも謙虚に望みます。公開の発信といえば、テレビ、ラジオ、一般のネット番組もそうです。 テレビ番組はこの7年半、全く参加していなくて申し訳ないです。申し訳ないですが、議員になった当初にテレビタックルと浅生も断ってから、オファーがどの曲、どの番組からもなくなりました。テレビタックルは左巻きの視線からいじろうとしていること、何を発言しても編集でカットしてしまうことが、それまでの参加体験からよくわかっていました。浅生はいじるなんてことはありませんが、司会者がドナり合いに持っていく番組に参加したいとはもはや考えません。それぞれ理由があって断りました。 その番組特有の理由でした。しかし業界は実は横で繋がっていますからね。ラジオ番組は断ったことがありません。しかしオファーはほとんどなくなりました。なくなりましたが日本放送と、あと、増田岡田増田さんのラジオからごくまに電話取材があるのと、この二つだけが例外的に続いています。次の日本放送は12月12日火曜の早朝5時台に曲入りして、6時15分から8時まで、須田新一郎さんと一緒に生放送に参加します。飯田康二の OK 工事アップです。 須田さんが総裁選について僕に聞きまくるそうです。とのことでした。地上波で継続的にオファーを受けているのは日本放送と増田岡田増田さんのラジオの2つだけとのことでした。ネット番組でも継続的な発信はトラノモニュースとチャンネル桜の2つかと思いますが、少しずつ露出が増えてきたように思います。 くんはいちいち取り上げてるけど名前が出たらいいってもんじゃないよねまた一つお利口さんになったなチャンネル登録お願いします 明日から本気出すから大丈夫メンバーシップ開始しますという動画を出したんですがいつ始まるんですかという質問がありましたすいませんすぐにすでに始まっていますチャンネル登録ボタンの近くあたりにメンバーシップになるというボタンがあると思います